食の方が近い。すごいよ、めちゃめちゃ言ってるじゃん。やば。マジで言ってる。いや、意味が分からない。なんでだってさ、一人暮らしってことは、どこ住んでもいいってことだよ。なんでわざわざ電車で買うところにするの。なんで。いやいや、おかしいじゃん。なんなんなん。家賃がすごい安いな。ちょっとやばいな。そう僕だったら職場の近くにある。職場の近くに6がねえから板橋。もうちょっと近いところだから、もうちょっと遠いところで俺が行ってる。そんな職場に近いところだったら駅も近いから。やばいな。だから例えば駅があって職場があるから、そこの場所が近い。そのためチャリ15分くらいだったら安いところがある。ない。いや、それはちゃんと探してない。ちゃんと探してない。え、ちゃんと探してない。そこも否定しない。仕事場にはちょっとなんで人が困るの。探ってないじゃん。おお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 お粘るというのは。めっちゃ粘ります。株の取引みたいに毎日こうやって賃貸で情報を新着で出すみたいな間取りチェックするっていう感じで。なるほど。リロード、リロード。そう、リロード。タイムクラシックってやばくて、リロードチェック。一回押し出されてラスボス倒してもうね、それでもいいと思う。隠れてないぐらい早かったけど、ね、みたいな。それは良かった。いい出会いだった。良かったけど、住んでからじゃないと分からないっていうことがありまして、すごい厄介なのが、学校の安全装置だった。良くないんだよ。料理しにくいんだよ。フライパンが一定の温度になっちゃうと勝手に弱火になっちゃう。やりにくい。やりにくい。でしょ。だから、うわ、終わった。フライパンも火事になっちゃうぞってなったら火力弱くてフライパンも火力になる。そういう感じだと思ったら、いらぬ目がないそこまでじゃないんだよ。フライパンから煙も出ないし、弱火になっちゃう。味噌汁も美味しい。味噌汁は花丸君。お湯沸かしてと。お味噌なら花丸君。最後作るんでしょ。味噌汁は絶対作る。なんでいいじゃん。ごめん、そういう意味じゃないよ、俺が聞いたの。作る意味ないじゃん、なんでじゃないよ。いいじゃん、なんでしょ。いや、あのね、どんぐらい作るの。あー、3日目。いや、今の時間も冷蔵庫か。冷蔵庫か。味は落ちない。あ、そうだ。え、だからね、3日ってことは、お椀3日分。え、じゃあ、こんぐらいの鍋。そう、俺結構ちっちゃめの鍋。どうすんの鍋。で、味噌汁。これはさ、面倒くさくない。面倒くさくない。味噌汁は面倒くさくない。それは好きだからね。味噌汁が好きだから。合理的じゃないですか。合理的でしょ、味噌汁って。多分。3日しか使えない。だから、合理的でしょ。買ってるわけでしょ。こんなさ、四角にどうぞ買ってくれ。ことをどうぞ買ってくれ。裁判とかでしょ。で、溶いてさ、出汁とか取ってさ、出汁は味のやってた。ちょっとあれはっやってるわけです。そんな手間暇かけて3日目でしょ。ちょっと花丸くていい。ちょっとお肉は花丸くて。あたりとかワカメとかバリューパックでいい。ダメだ。味が嫌だ。味が嫌だ。美味しいよ。アサギも美味しいし、それも花丸くても美味しい。ただ味噌汁自分で作るのが自分が好きな味にできる人だから。お味噌も美味しい。あ、違う。白味噌と赤味噌と合わせ味噌で。全然そんな工夫もしてない。え、この問題。うん、違う。だし、え、ない。海苔、海苔の問題ですけど、自分の海苔の問題。作った味噌汁は美味しいなもうただのバカだよ。やっぱ味噌汁のやつの味噌って感じだよね。ゼロ。
どうぞ手に担いだ後のビールは美味しいなってやつ。バカだね。差しがなくて美味しいよって。バートじゃないよ。あ、そういうことだよ。どんどん進行、どんどん進行、ピールですよ。ピールですよ。感じろですか。いや、悪口じゃないし、はい、悪いことも言わないよ。働いた後のビールはそれ美味しい、飯も美味しいっていうことだよ。だけど、味噌汁って味噌汁ってもっと大きいなのよ。だって味噌汁ってさ、4日目に使うの持たない。持たないだったら作るかもって言ったかも。だって3日後にそれ作んなきゃいけない。そうだね、1週間に2回しか。だるくない？日月かわりすると水曜日外食するで、味噌汁は、あ、外食したら味噌汁どうする？どうにもない。もったいない。なんで？だから月か水、日月か仮に、ね、日月かとして水を飲んで水曜日金、あ、違う、日月か水飲んで木金どうする？え、木金どうって連鎖で外食する？どうじゃない？どうだ、木金の味噌汁これしかない。あ、そうだ。木金どうで、例えば金曜日残業して、絶対外食はしないよね。あ、味噌汁あるから帰ろうってなる。でね、マッカリア行って、持ち帰りだと、家で食えば、味噌汁食えるだから。